この気持ち忘れずに、感謝を忘れず、ぶっ飛んで走って、はい、もうマジで夢叶えていこうっていう感じの、今日はとってつもないビッグニュースでした。やっていきましょう、マジでこれは、はい。でも B、ごめん、最後に一つだけ。リアリティ来た、うわ、リアリティ来た、なんだ、行きたくない。じゃあ、もうもうさ、なんで、もうこれはプラス、こんなのは置いときます。じゃあだけどさ、もう走るためによ、はい、もう俺は次を見てます。これ次、もう店やるって決まったんだったら、はい、じゃあ俺ら3人でさ、ずっとカフェの仕事やるわけにはちょっといかんって、確かに、って思いまして、もう次の視点に切り替わった。確かに、確かに。もう僕もバリスタも見るだから、リアルに、そう、信頼できる店舗に置けるね、はい、店を任せられる人が必要だと思ったわけですよ、ね、これ一番だと思うんですよ。いや、確かに店長的な、そう、店長的なね、そう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 。で、今ね、ちょっと誰がいるんだろうなって今ちょっとこう、いや、俺、いいなと思うのが、踏み順ベース浜松とかやってた時とか、踏み順ベース浜松は、あの、僕の浜松にあった僕のミュージアムです、ね、はい、去年、あの、閉店しました、はい、はいはい、コロナで、コロナでね、そう、それやってた時とか、フィリピンとかも俺一緒に行ったり、あ、まあ行ったというか、そのフィリピンで一緒になったのがユウヤ、うん、あなたの、ユウヤ、あなたの弟ですよ。はい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 、ユウヤって俺すごい入り込むとやっぱいろいろ職人だよね。そう、職人だし、やっぱ早いし、ちゃんとなんか自分のやる、ね、まずユウヤって東京にいるの、東京にいるか、本当に何してんの連絡しますか、連絡してみます、ちょっと電話してみましょうか。はいはい、ということで次回カペタヨ東京の店長を決めよう編、うん、でお会いしましょう。 See you next